M1909-37122mm 榴弾砲とは、第一次世界大戦前に設計された M1909-22mm 榴弾砲を、ソビエト連邦が改良した榴弾砲である。M1909-22mm 榴弾砲は、ドイツ帝国のクルップ社が設計した火砲であり、1900年代後半期のロシア帝国軍においては、 ロフツ同盟の関係上フランスのシュナイダー社が設計した火砲が主流であったことを考えると極めて興味深く珍しい存在である。このためシュナイダー社が設計した同時代のロシア帝国の火砲にはない特徴が多い。汚染は水平左線式、中大福崎はバネまたザカタ式であるなど、大日本帝国陸軍の38式野砲や、 イギリスの QF4.5 インチ榴弾砲と同一の特徴を備えている。また、青グ深く調整ハンドルと水平射角調整ハンドルが砲の左側に存在するため、小遵手一人で小遵調整が可能なのも大きな特徴であった。M1909 榴弾砲は、 同じ百二二十ミリメートル砲弾を使用する、シュナイダー射星、m 1九百十榴弾砲とともに第一次、世界大戦やロシア革命後のロシア内戦、ポーランドソビエト戦争などを戦い抜いてきたが、その後の各国の加砲の発達に取り残されていった。九百二十年代末に、赤軍は、第一次世界大戦時代の加砲の近代化砲一を、押し進めるようになり、 1937年には、M1909 榴弾砲も、薬室の延長と砲画の強化、新型小純機の搭載などの近代化改修を受けるようになり、その近代化改修を受けた砲は新たに M、M1909-37122mm 榴弾砲の正式名を与えられた。M1909-37 の後部。M1909 37榴弾砲には、蒸気の回収に加え、最大行角を20度から43度にまで、向上可能なように設計され、薬室と薬莢の延長により6個の引薬袋を薬莢に詰めることが可能となり、初速と最大射程の向上をもたらした。しかし中隊服座機の構造に欠陥があるのか、M1910-30 よりも、連射速度が低いのが欠点である。 第一次世界大戦中のものを改良した火砲のほぼ全てに言えることであるが、足が短脚式であるため水平車角が狭く、車輪は木製か金属製のそれにゴムを貼っただけのものであり、車軸にサスペンションもないため、自動車による高速牽引が不可能であり、軍隊の機械化に伴う移動速度の向上に対応できない方であることはどうにもならなかった。 M1909-37 は1936年10月1日から920門が M1909 から回収されて製造され、師団の砲兵部隊に配属された。1939年の冬戦争と1941年からの大祖国戦争に投入されたが、かなりの数が数軸軍に破壊ないし露角され。 戦争中盤にはほとんど赤軍の手元には残っておらず、存亡はすべて新型の M-30-122mm 榴弾砲で補われた。フィンランド軍は露格した砲を 122H09 から30としてソ連軍との戦いで使用し、自らもロシア帝国からの独立時に接収し、保有していた M1909 に同様の回収を行い、 こちらは 122H09 から40の正式名を与えられた。ドイツ軍も1941年から翌42年にかけて多数を露飾し12、2cmFH386 として運用した。ありがとうございます。